フランソワドクレキは、ブルボン朝フランスの軍人。幼少期から30年戦争に従軍し、26歳で陸軍少将、30歳前に中将に昇進した。フランス王ルイ14世から気に入られ、フロンドの乱でも王党派に従い、1667年のネーデルランと継承戦争で、ボーガンと共にリールを陥落させ、 功績により1668年に陸軍元帥に任命された。1670年にルイ14世の命令でロレーヌ公国を占領、シャルル4世を追放している。1672年からのオランダ侵略戦争にも従軍、1675年のコンデコー、ルイ2世、アンリ3世不死によるサンブル川、マース川流域平定に乗じて、 ディナンを奪いコンデコーの補助を務めた後に、メスへ派遣された。しかし、ライン側ウガンでトゥレンヌが、戦死後公認としてライン側サガンのアルザスを守備した、コンデコーが引退すると、フランス軍の葬式権を与えられたが、多くの将軍が反発して、内部統制に失敗した上、シャルル4世に敗れて、トリイアに逃げ込んだが、そこも陥落、一時捕虜となった。 解放後は終戦までアルザスの防衛に努め、ルイ14世の領土拡張政策では1684年にルクセンブルクを包囲、陥落させている。1687年、62歳で死去。長男のフランソワ・ジョゼフが後を継いだが、スペイン継承戦争に従軍して、ルッザーラの戦いで戦死した。また、次男のニコラ・シャルルも大同盟戦争に従軍。 1696年にトゥルネーで戦死した。ありがとうございます。